どのぐらいの回数だと思うんですか、釣った時は。100キロぐらいだと思ったんですけれども、まあ、ちょっとあの自分の釣ったという気持ちプラス10キロぐらい足りなかった。マイナス10キロぐらい。大変ですが、大きく見えますね。そうですね。あのもうやっぱり持っちゃう感じがありますね。これだけのチームの中で回数を釣ったというのはやっぱりポイントですよ。いやもうあの残り30分ぐらいのところでとしてもうあのチームからのプレッシャーが半端なくてですね、もう一歩したらどうしようっていう恐怖心でずっとあのひたすらあのリードを回していました。もうチームのプレッシャー全体を受けてファイトした。もうその通り。はい、やったやった、応援してよ、やった、非常に嬉しくなります。このルアーはどのからセレクトしますか。これはキャプテンが、はい、キャプテン、これどういう形で持ってあのルアーですか。いつもその色使わないんですけど全然釣れないから使ったことないルアーを使おうって使ったら当たりました。それで釣れなくてもいいですよ、ね、なんかやっぱりちょっといつもと違うんでしょうね。これは今日のあれで勝ったかもしれないですね。はい、はい、本当に良かったです。最終日のポイントを挙げてですね、これだけの100回近い船の中で勝ち手を強いた仲間に入りました。来年もですね、ぜひこの大会に出て今度は100点を目指してください。はい、ありがとうございます。ぜひ僕に習ってハワイに行きたいと思います。本当かよ、本当です。ハワイはありがとうございました。はい、ありがとうございます。